T3 精油の特徴をご紹介します。こんにちは、ブルームーンメンタルケアアロマスクールのキミエです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのティーツリー精油の香りはフレッシュでキリッとした清潔感のある香りです。心への効能としては意欲を高めてくれる作用がありますので、新しいことを始める際に勇気を与えてくれたり、精神疲労、不安、集中力低下にも効果的とされています。体への効能としては抗菌・抗ウイルス作用に優れていますので、風邪やインフルエンザ、花粉症予防にも効果が期待されています。また消臭作用や殺菌作用も高いので、お掃除に使われるのもおすすめです。例えば水拭きの際、バケツに 2,3 滴ティーツリー精油を垂らして水拭き掃除をしたり、ティッシュに精油を垂らして掃除機に先に吸い込ませておくと、排出する際フレッシュな香りがお部屋に広がります。靴箱にもおすすめです。靴箱の特有な匂い、このティーツリー精油をティッシュに垂らして置いておくだけで消臭効果が高まります。ティーツリー精油の香りがちょっと苦手だなという方には、レモンやベルガモットなどの柑橘系の香りとブレンドして使うと使いやすいと思います。詳細欄にはホームページが掲載されています。アロマクラフトの作り方、精油の紹介なども載っていますので、ぜひご覧ください。